はい、こちらは最初に来た妙見堂の向かいにある万寮塚っていうところでございます。はい、後で調べてみたんだけど、徳川家康の孫娘のお墓らしいんだけど、なんか古墳？よーわからん。あら、フニータ、世代を超えて仲間になっちゃうのね。さすが妖精さん。なんか入れるから入ってみたけど、なんだろうねこれ。はにゃー、はにわにもわからない。でここもね、一応入れるようになってたから入ってみたけど、全然歩きたくない感じ。掃除する人も大変よね。で誰も掃除なんかしてなさそうだけどね。これはベンチなのかな。おお、これが欲しいのか。ここまで取りに来い。もうしつこい。しょうがない、ここに置いとくから、好きな時に持ってきなよ。なんなの、名残惜しいのかよ。ではついでに池上会館の富士山が見えるこのね、展望台に登って帰ろうと思いますよ。やったー。なんかいつもね、閉まってることが多いのよ。どうでしょうか。うわー、結構怖いよ。こんな感じでございます。お墓でしょう。はい、とりあえず五重の塔とツーショット、あの辺に富士山見えっかな。全然わかんなかった。では1階に降りて、ちょっとお腹空いたな。なんかお店やってるかな。お、赤い提灯発見。お、ワクチンの会場なんだ。催し物ってな。お、ヒレカツ定食、カレーライス。お、伊勢うどんだ。私伊勢うどん食べたことないんだよね。買ってっちゃおっかな。何ができますかね。うんうん、なんですけど、うん、あ、どうぞ。うん、あ、はい、ありがとうございます。窓側にしようかな。親切だね。魚は白身魚になります。うん、じゃあその煮魚定食にしようかね。うん、はい、お願いします。
アイスコーヒーは食後にしますか？だって喉乾いてるからね、今飲みたい気分だけど食後にも飲みたいもんね。すいません。はい、ごゆっくりどうぞ。おー、しっかりした定食ありがてー、いただきます。大根の煮物、うん、ご飯に合う。大好きなレンコンの煮物、しば漬け、小松菜のナムル、レンコンと練り物の揚げ物かな、はい、でいよいよ白身魚の煮魚、やった、何の魚かは分かんない。だし巻き卵と具沢山味噌汁、大根がいっぱい入ってましたね。で、最後に残ったこの謎の食べ物匂い嗅いでもわかんないけど桃寒天っぽい感じかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さっきのゼリーって寒天ですか、はい、ゼリーですか。寒天です。あ、桃寒天、ジュースあるじゃないですか、うん、あれをちょっと寒天で固めて、うんうん、で、あのグラニュー糖チョコレート入れて、はい、砂糖入れてるんだ。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、結局何味かは分かんなかったね。カードは使えないんですよね。そうなんですよ、うん、了解でございます。現金カーのペペ、うんうん、ありがとうございます。だそうです、はい、人生初の伊勢うどん買ってしまいました。やったー。どんな味かな、楽しみだな。具案にまんじゅうと、お、和ろうそくかな。おや、抹茶に小豆の文字、アイスも売ってるね。ここも入ったことないんだけど、ラストオーダー1時半ね。おや、君も遅めのランチかい。何持ってたんだ。お、ハトさんにやられてるよ。お、パンね。お、これは来た時に教えてもらったネムの木。いい匂いがするって言ってたけど、わからん。なんだよ、どんな匂いなの？てなわけで、池上のアジサイ巡りはこれにて終了。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。